顔じゃなくマンモスで俺だとわかるんだよ。でも助けてくれてありがとうな、しんのすけ。俺にこのお助けカードをやれよ。わーい、ありがとう父ちゃん。さすが手深いね。それを言うなら情け深いだろ。どうぞむじゅにされて、しんのすけに元に戻してもらうまで気がつかなかったぜ。そうなのよ、こっちからここまで来たのはなんとなく覚えてるんだけど、まさかフィギュアにされるとは思わなかったの。まったく人間様を何だと思ってやるんだ。俺なんかマンモスだぜ、恥ずかしいったらありゃし。恥ずかしい。それにしてもフィギュアがこんなことをするなんて、どうしてなのかしら。それは、うわ、ここにも食べるフィギュアが。やめて、フィギュアにされるのはコリコリよ。父ちゃん、母ちゃん、ダルトちゃんの味方だぞ。どうしてこんなことになったのか説明しますけど、それはショップガーがオープンする前日でしたけど、たくさんの悲しみがキャルトたちを襲ったのけど、一部の心ない人に壊されたり捨てられたりしたフィギュアたちの悲しみ、それが固まり大きくなって
魔力を持ってカルトの仲間全員を飲み込んだのじゃん。中でもデジン、デカール、ブリスター、この3体のフィギュアにはより強い魔力が宿り、フィギュア魔人に生まれ変わったじゃん。彼らはその力で人間を醜いフィギュアに変えることで、傷つけられ深い悲しみを受けた恨みを晴らそうとしているのじゃ。そうだったのか。敵の正体はフィギュアに宿った悲しい気持ちだったのか。あのケルトちゃんはなぜフィギュア魔人にならなかったの？ケルトはその時に精神証を持っていたので、悲しみや恨みにとらわれずに済んだのです。キャラ全然おかしい。きっとオラが食べて変身することができるようになったおかしのことだぞ。そうキャラ、そしてこの変身を貸して魔人たちと戦ってくれる嫌われし者を探していたのです。それが見過ごすわけにはいかないよな。